こんにちは。株式会社 RE 経営の島田です。今回の動画はですね、この4つの経験で SWOT 分析指導レベルは飛躍的に向上しますよという話ですね。サブタイトルに、あなたに欠けている深掘り質問とヒント力を一気に上げる手法と前にしています。今年って書いてます。これ2024年の話ですね。はクロス SWOT 分析ニーズが非常に高まるんだろうと思ってですね。なぜならば、そのコロナ融資の返済が始まります。そしてその倒産猶予、コロナ融資というのは倒産を猶予したんですね。なっていったその中小零細企業に本格的な返済が始まってます。でもうすでに、倒産とかですね、廃業の話が、結構増えてきてますね。でその金融機関においてもですね、この融資する場合のより厳しい目利きがやっぱり迫られるわけですね。でいわゆるそれが事業性評価と言われる言葉になるんですけども、ですから根拠ある経営計画書ができるかどうかが、その融資を受けれるかどうかの生命線になることは間違いないですね。でその根拠ある経営計画書のベースになるのが SWOT 分析の強みを生かした経営だということなんですね。今まで私どもはですね、私自身はそうですけども、過去400事業所をですね、 SWOT 分析をやってきたんですね。おそらくその個人でやった数と所作ではここまでいったトップじゃないかと思いますけども、このノウハウは SWOT 分析スキル検定とか RE 島田塾ではどんどん公開していってるわけですね。ただいろいろ勉強の機会を与えてはいます。ですからね、この SWOT 分析なかなか上手に指導できないコンサルタントや税理士結構多いんですね。理由を考えていきたいと思います。まず第1点目はですね、相手の言葉、相手というのは社長です。社長の言葉を鵜呑みにしている限り、その本質が見えないということですね。SWOT 分析する際に経営者や幹部のヒアリングをしっかりやると思うんですね。で問題は、経営者とか幹部が話す言葉をそのまま鵜呑みにして書いてしまう。だから中身が浅いということですね。経営改善計画書の書式であれ、ローカルベンチマークの書式にもね、相手が言ったことはそのまま書いてしまう方結構おいでになります。確かに相手の言った言葉が優先すべきですよ。しっかり優先すべきで、こちらそのコンサルタントとかね、事業がですね、勝手にアドバイスをすることは避けないところです。で、場合によってはね、相手側が意見も相手がない場合には、こちら側が主導的に誘導することはあります。でもこれはレアケース。いつもアドバイス型の方というのはこの辺りのスタンスがちょっとうまくいかないんですよね。これね、相手、社長側が出す言葉が全て正しいと思うことに問題があるんですね。いや、じゃあ社長は間違ったこと言ってますか？いや、間違ったことを言ってるんじゃないですね。その背景、本質のことじゃなくて、上辺のことを言ってる、その上辺だけを文字にするから間違いが多いよって言ってるんですね。強みにしろ、機会にしろ、ね、相手もね、やっぱり希望的観測で言っているのか、思い込みで言ってるのか分からない。言った言葉はおそらく相手の思いですから。で、悪いことにですね、この積極戦略でも相手側の思いだけを言わせてね、それを文字化していくと、ね、やっぱ中身浅いんですよね、どうしたってね。ですから SWOT 分析で指導するということは、相手の言葉の本質や裏取りを聞く、この姿勢が非常に大事なんです。言葉はちょっと変ですけども、相手の言葉をね、そのまま書かないということが結構大事ですよということです。で、2番目はね、やっぱりうまく指導できない方はね、広く聞いて深く聞けない人が多い。2023年度だけでもですね、SWOT 分析ロープレイ、Zoom 上でですね、ロープレイする、研修を、ね、月1回やってもですね、大体去年も50名ぐらいの方が参加されました。で、このロープレイをね、何回も経験してくると、だんだんね、うまくなっていくんです。これやっぱり壁打ちの効果ですね。で、ある方なんかの毎回探しますから、当然だんだんだん上手になっていってるんです。しかしね、慣れてない方はどうしてもですね、質問を広げて深く聞かない傾向がある。これおそらくね、コンサルタントや事業の方はね、経営者とか幹部との面談やヒアリングの場面で、その広げた質問を繰り返して、そこから強み、機会の言葉を無理やりピックアップしてるんじゃないかろうかと思います。この質問を広げるというのは、いわゆる取材みたいなもんです。たくさんのことを聞けるということは、いわゆる絞り込めないということですからね。
ですから質問を広げるということは、いろんなファクターにアプローチはできるけど、その真意や本当のファクトにはなかなかたどり着けない。我々が行っている深掘り質問というのは、一つの相手が喋った事実に対してどんな背景があったのか、なぜそのような行動を取ったのか、誰がそのことを言ったのか、他に選択肢はなかったのか、選択肢があったのにその選択を選んだ理由は何なのか、こういったことをどんどん聞き出して、一つのファクトからどんどん深いファクトを聞き出していく。まあそうすることで強みも機会も事実に基づいた裏取りが、まあ、できていくようになっていくわけですね。だからこの深掘り質問、これをね、習慣化させるには、なぜこの人はこんなことを言うのか、こういう思いを日頃から持ってないと、これ問題意識ね、この問題意識を持ってないとなかなか真意はつかめないかもしれませんね。診断士とか税理士が、ね、こういう深掘り質問が苦手なのはですね、聞かれてもないのにすぐにアドバイスしようとする習性があるからなんです。ですからそういうアドバイス癖のある方は、なかなか経営者の真意、ね、ファクトまでたどり着かないことが多いと。で、3番目、じゃあこの SWOT 分析のテクニック、この基本はさっき言ったように深掘り質問とヒント力を習得するんです。じゃあどんな方法があるかということですね。で、どんなやり方はおすすめしているのは、まずロープレイです、ね、日本でですね、 SWOT 分析でのロープレイ経験できるのは、多分うちの会社しか、 REK が主催している Zoom で SWOT 分析ロープレイしかないと思うんですね。Zoom で全国にいる方と、ね、社長役になり、またコンサル役になりながら、ワンセッション30分間で、聞きながら打ち込んでいくんですね、文字に、Excel に。だこういう経験をたくさんしている人間は、やっぱり実際の現場でも自分をこう冷静に見れますね。やっぱりロープレイっていうのは大事なことですね。まあSWOT 分析で Zoom で SWOT 分析ロープレとかね、 SWOT 分析ロープレと受けば、検索すればうちの会社のサイト出ますから、まあ、そこからね、申し込みすれば毎月1回土曜日午後から4時間ぐらいでね、やってます。2番目はね、ご自身が行った SWOT 分析コンサルティングのレビューを受けるということです。これね、もしあなたがその SWOT 分析のレビュー添削を受けるとね、どうなるか、ご自分の SWOT 分析の課題が見えてきます。例えばクライアントさえ喜んでくれればいいよ、ね、どんな SWOT 分析だって構わない。まあ確かにそうです、ね、こちらがどんな立派な SWOT があっても相手が喜ばなきゃ一緒やし、ね、ですが SWOT 分析の基本スタイルを知らないと、次のクライアントではもしかしたらクレームが出るかもしれません。いわゆる再現性がないかもしれません。大事なことはですね、ご自分が現場指導した SWOT 分析の内容は果たしてこれで良いのかという疑問を持つことです。まあ、当然絶対自信があるというのはないです。私だってないですからね、未だに、ね、で疑問を持てばレビューを受けたくなるはずです。だから私どもの SWOT 分析スキル検定初級オンラインというのがあるんですね。まず一番最初の入り口の検定ですけども、その方々には必ず SWOT 分析レビューというのを、ご本人が書いた SWOT 分析シートを我々の方にデータで送ってもらいます。で、私どもがそれを見て添削して、この表現はこうした方がいいとかね、この中身が浅いとかいうふうに添削レポート赤ペンをつけて返すんですね。もうこういうの200回以上やってます。で、やっぱりそのレビューをお返しするとその受講者の方がですね、やっぱりやはり落とし込みが不足でしたねって、参考になりましたとか、こういうのヒアリングが良かったと思ってましたが、ご指摘の切り口を今後意識しますとかね、まあ、こういう返答が返ってきます。まあこれも一つの壁打ちですね。3番目はね、プロの SWOT 分析現場を見ることです。まあ、一番効果的な学習というのは、やはりリアルで SWOT 分析の現場公開しているプロを見ることでしょうね。まあ、例えばこれだとね、実際どんなイメージヒントを出しているのかと、段取り組んでいるのかとね、例えば相手の反撃どうかわしているのかとか、で相手が黙り込んだ時どんな救いの手を伸ばしているのかとか、こういう臨場感が味わえます。で、実際我々はヒアリングしながら SWOT 分析のフレームにどんどん文字を記入していきます。それも聞きながらですよ。それも深掘り質問しながら。例えば質問と文字化のタイムラグはどう処理していくとかね。あと箇条書きにどう落とし込んでいるのか。相手がどんどん深く意見を言います。ね。言うためにどんな深掘り質問をしているのか。相手がいろんなことをバラバラ言います。それをどう取捨選択して文字にしているのかね。まあ、こういったもの、まあ、なかなか見る機会はないです。
まあ、実際これをお見せできるのは我々は、RE 島田宿マスターコースというね、これはもう、限定された方しか来れないんですけども、この方々には実際 Zoom 上で実際のクライアント社長を Zoom 招いて、私がヒアリングしながらそこで聞きながら文字入力している姿を見てもらいます。まあ、こういうことを何回も経験してもらうとイメージ湧くんですね。また2025年度のマスターコースが、今年の年末ぐらいからね、募集が入りますから、もしご希望のある方は、参加してみてください。で、このマスターコースはそういう実務訓練を受けた上で、最後には本が強調としてね、実例文が出てますからね。まあ、実際に私がこの継続コンサルティングしている5つの会計事務所があるんですね。まあ、毎月もしくは2ヶ月1回指導してるんですけども、そこではその顧問先を、お客さんの顧問先を読んで、監査担当者を回りながら目の前でリアルそうと私がやってます。それを見てもらってます。やっぱりね、リアルそうと見るっていうのが一つの、学習でしょうね。だからなかなかね、そういう機会をね、多くの方に与えることはできないのはちょっと難しいところなんですけどね。あと4番目はね、逆クロスウォット分析から機会強み積極戦略のを埋め尽くすということですね。これもね、リアルなスウォット分析ライブでやっていることなんですけども、すでに決まっている新規事業とかアイデアがあります。事業再構築の時に使った手法ですね。社長は大体持ってます、アイデアをね。で、そこにも積極戦略最初に書くんです。そして後から強みとか機会を後から埋め込んでいく、この逆クロスウォット分析ということで肉付けしていく作業ですね。これはですね、非常に訓練といいパターンですね。まあ、事業再構築の計画書も、ぼちぼちね、終わるんでしょうけども、この中身はどんどん厚くなってきます。まあ、これも、学習、ご興味のある方はですね、まあ、問い尋ねしてもらえばいいかなと思います。この SWOT 分析で、ヒアリング力、深掘り質問力のこの自力をつけるというためにはね、こういう、やっぱり経験を増やしてもらうしかないんですね。まあ、実際私自身にはこの SWOT 分析を習得するときにですね、師匠はいなかったんです。まあ、正直見よう見まねで、現場でのね、緊張感ある実践を経験してきたから、まあ今なんとかやれてるんですね。だから、そのもし私自身が、その私ね、今から20年前、今のノウハウを持って、こういうツール、教科書がもしあったらですね、もっと早く自力がついたんじゃないかなと自分で思います。まあ、時間かけすぎたなというちょっと反省はあることはあります。ただ、その結果、もう現場で覚えるしかなかったと、現場でヒヤヒヤしながら経験したというのは逆によかったのかなという気がしますね。まあ、それであと本をたくさんね、出しましたんで、まあ、それもよかったのかなと。さあ、まあ、いうことで、今言った4つのことをね、経験したり勉強していくと、スウォット分析指導レベルは上がりますよというお話でございました。はい、では以上です。